大舞台でリベンジなるか。テニスの四大大会ウィンブルドン選手権の女子ダブルスで加藤未唯、マックス&アルディラ・スーチャディ、インドネシア組が5日に初戦を迎える全仏オープンでの失格騒動の余波で大きな注目を集める中、テニス解説者の佐藤武文氏は2人のモチベーションが高まっていると分析。上位進出の可能性も十分にあるとの見方を示した。先月の四大大会全仏オープン3回戦では、加藤未唯が相手コートに返した球がボールガールの頭に直撃。対戦相手のサラ・ソリベストルも、スペイン&マリエ・ブズコバ、チェコ、組の猛抗議によって失格となり、世界を巻き込む大騒動となった。佐藤氏は、彼女たちはそこまで騒動のことを気にしていないのでは。自分たちは自分たちの仕事をするんだという感じがある、と指摘。すでに気持ちは切り替わっているようだ。全仏オープン後に出場した3試合はすべて初戦敗退に終わったものの、佐藤氏は、芝コートはシングルスに比べて対策を講じないといけない部分が多い。本人たちも分かっていると思うが、その辺の難しさはある、と解説。クレー、赤土、枯らし場に慣れるまでには一定期間を要することから、心配はしていない。その上で、今回のウィンブルドンに向けては、いろんな意味で注目されている中なので、四大大会の一つ、というメンタルではなく、自分たちの立ち位置を世界中にアピールしなきゃ、と考えていると思う、と加藤未唯ペアの胸中を推察。注目度の高さが、二人のメンタルにプラスに作用すると見ている。二人の相性も抜群だ。これまでの試合では攻撃的な加藤未唯に対し、後方からスーチャディがお膳立て。最後は加藤未唯が前方で大胆な攻撃を仕掛けるなど、バランスの取れたテニスで勝利を重ねてきた。佐藤氏は、彼女たちはダブルスで生活しているペアですし、四大大会でベスト16、8に入ってきても全然おかしくないレベル、と高く評価。世界で戦っていく力は十分にあるという。では、ベスト8の壁を越える鍵はどこにあるのか。佐藤氏は番狂わせが起きやすい芝での戦いだからこそ、判断力が重要になると指摘、芝は滑ったりして足元を取られてしまうことがある。ちょっとでも迷ってしまうと足を滑らせたりして、自分のプレーがうまくできないことがある。大胆な決断だったり、大事な場面で素早く正しい選択ができるかどうかが大事になる、とポイントを挙げた。5日の初戦ではルチア・ブロンツェッティ、イタリア&ビクトリア・トモバ、ブルガリア、組と対戦。順調に勝ち上がれば、準決勝でソリベストルモ&ブズコバ組と再び顔を合わせる可能性もある。そこでリベンジを果たせれば、世界での認知度がさらに上昇することは間違いない。2人にとっては、進化が問われる舞台となりそうだ。最新 WTA ランキング、女子テニス。2023年7月3日付、女子テニス協会タは7月3日月曜日、女子テニスの世界ランクを更新した。WTA ランキングは原則として、過去52週間、1年で獲得ポイントの多い数大会、シングスが16大会、ダブルスは11大会の成績をもとに決定される。WTA シングルスランキング、7月3日付。順位、全州、名前、国籍、ポイント、全州ポイント。1、1、イガシフィオンテク、ポーランド、8,990、8,940。2、2、アーニャ・サバレンカ、ベラルーシ、8,066、8,066。3、3、エレーナ・ルバキナ、カザフスタン、5,090、5,090。4、4、ジェシカ・ペグラ、アメリカ、4,995、4,905。5、5、カロリーヌ・ガルシア、フランス、4,845、4,845。6、6、オンス・ジャバー、チュニジア、3,547、3,492。7、7、ココガウフ、アメリカ、3,435、3,305。8、8、マリア・サカーリ、ギリシャ、3,301、3,301。9、9、ペトラ・クビトバ、チェコ、3,101、3,101。10、11、ダリア・カサキナ、ロシア、2,935、2,685。
のの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 の。11、10、バーボラ・クレイチコバ、チェコ、2830、2830。18、25、マディソン・キーズ、アメリカ、2106、1637。32、52、カテリーナ・シニアコバ、チェコ、1264、997。47、65、ルチア・ブロンゼッティ、イタリア、1052、880。48、67、カミラ・ジョルジ、イタリア、1049、865。71、81、カミラ・オソリオ、コロンビア、848、769。のの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 の。127、125、日々の名を、日本、ブラス、584、584。153、153、内島もゆか、日本、安藤証券、459、459。170、170、坂爪姫野、日本、橋本創業ホールディングス、407、407。175、175、本玉米、日本、島津製作所、395、395。WTAWS ランキング、7月3日付。順位、全州、名前、国籍、ポイント、全州ポイント。1、1、カテリーナ・シニアコバ、チェコ、7441、7441。2、2、バーボラ・クレイチコバ、チェコ、7036、7036。3、3、ジェシカ・ペグラ、アメリカ、6545、6545。4、4、ココガウフ、アメリカ、6455、6455。5、5、テイラー・タウンゼント、アメリカ、4932、4932。6、8、ニコール・メリカ・マルチネス、アメリカ、4685、4560。7、6、ストームハンター、オーストラリア、4640、4640。8、7、エリースメルテンス、ベルギー、4575、4575。9、9、エレンペレス、オーストラリア、4560、4415。10、11、デザレークラブチェク、アメリカ、4415、4130。のの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 の。17、17、青山修行、日本、近藤乳業、3485、3485。20、20、柴原恵那、日本、橋本創業ホールディングス、3235、3235。31、31、加藤美、日本、ザイマックス、2190、2190。64、64、二宮誠、日本、エディオン、1220、1167。79、88、ホズミエリ、日本、日本住宅ローン、1049、879。のの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 の。105、105、内島もゆか、日本、フリー、747、747。134、134、本玉米、日本、島津製作所、612、612。192、191、日々の名を、日本、ブラス、439、439。196、195、土井美咲、日本、ミキハウス、427、427。